久保さん、裏話行きましょうか、また。アベノマスク、なんか、悲惨ですね。まあ、今回ですね、あの、提案をいただいた方がいるんですよ。提案をね。で、提案いただいてそれを飲んだんですけども、ただし、被せたんですよ、僕は。まあワ、ワン、ツー動画でね、その人に。で、結果的にどうしたかっていうと、120万の方にしました。そう。うん。で、ご提案いただいたのが、 あの30万円でコンサルしてくれませんかみたいなご提案だったんですよ。で、まあ一応飲んだんですね。で、飲んだ理由としては、まあアドバンスコースに入ってくれてて、まあちゃんとやってるんで、まあ普通一般の人は飲まないですけどね。だからまあ、そのやりとりもしてるし、えー、やってることも知ってるし、だからまあ、うん、最初ちょっと悩んだんですけど、安すぎるんでね。だけど、まあ受け入れたんですけども、まあ結果的にまあワンツー動画でね、 ああのまあ、その方が結局その30万円って提示してきたわけですよ。で30万円っていうのはその自分が提示できる金額っていうのは要はい、まあ、払える金額でありまあその許容範囲許容範囲ではないかもしれないですけど自分が提示したこ,これなら払いますって言ってるわけですから自分の外ではなく外ではないですよね内側ですよね。うん だから僕はもうその話をしたんですよ。もう殻を破るんだったら、まあ、すみません、申し訳ないけど、30万も安くはないけども、30万って、あの、教習所の免許代、免許取るのに30万ぐらいかかりますよと。で、一般的な塾も30万ぐらいだし、教習所、僕、高校生の時にバイトして貯めて30万払ったんですけど、その話もして。 30万ってそもそもふなんか一般すぎるだろうっていう。で、僕のデータからも言ってそうなんですけど、あの30万がやっぱ一番売り上げは上がるんですよ。売りやすいし、売れるんですよ。まあ、久保さんも頭金3万円で30万トータルにしてると思うんですけど、一番この価格帯がやっぱ売りやすいんですよね。うん。だけど、売りやすい反面、あの結果が出る人も少ないんですよ。なぜならば、自分の許容範囲だからやる動機が少ないんですよね。 うん、そのなんか清水の舞台からの腹くくってねまあ久保さんも腹くくってまあ塾入ったと思うんですけどねこのカード2枚の枠でギリギリなんとかみたいなうんだからやっぱそのそまあそれを言いましたよねだから久保さんの話でもまあちょっと生活にゆとりがあってもうちょっとお金稼ぎたいなっていう人はあんま結果出てないけどもそのなんとかしたいっていうねもう全然お金に困ってなんとかしたいっていう人が稼いでるっていうだから結局その やる動機の強さですよねでや,る気やる動機の強さっていうのがその例えば100円分かりやすくならば100円払った動機と、うん、100万払った動機だったらこれ絶対違いますよねこう分かりやすくするならば100円の買い物をした時の動機ですよねうん例えばその受験勉強するにしてもじゃあ100円100均コーナーでね参考書がありましたじゃあ参考書100円で買いましたじゃあ片方は、えー、な何だ 30万の参考書。まあ、30万の参考書はちょっと高いかな、ないか。で、塾ですよね。なんか、あの、ハイスクールみたいな。で、は30万払いました。どっちの方が、その、やる動機、真剣にやる動機が発生するのかっていうと、間違いなく、その、投資ハイスクールに入った方が、動機は強いですよね。うん。まあ、もちろん、全員に当てはまるわけではないんだけどもね。全員に当てはまるわけではないんだけども、まあ、その、全体の母数で割合を出すならば、まあ、そういうデータが出るってことですね。 実際問題。うん。まあまあそういう話をして、まあ、やいやまあ、腹くくってやるんだったら、あ高い方あ行くべきですよっていう案内をして、まあ高い方来ましたね。うん、まあ分割でしたけどね。<laughs> うん。まあやる動機ですね。だからそのお金かかわらずね、別にその払うお金がなかったとしても、自分が人生変えるっていう強い動機、 やらないといけないという動機があるんだったら別にお金払う払わない別にどうでもいいんですけどでも自らその動機を作っていくんであるならば店に切らないと多分動機は作れないですねうんでも簡単に動機作るのってそんな感じなんでうんだからうちからうちから出るものがないんであるならばあ何か道具を使ってお金という道具を使って動機を作っていくっていうことですねだってライズアップとかもそうじゃないですか別に痩せる方法なんか誰でも知ってるわけで 別に痩せられるわけですよね。ライズアップも30万から90万とか結構多分高額なんですよけども、まあそこにライズアップに入ったらね、ダイエットする動機強くないですかライズアップまで入ってね、痩せないっていうのはもったいないですよね。だから動機はあるんで、まあちゃんとやりますよね。うん。だからまあ、お金をどう使うかですねどう。でも、でも、 もっと深く言うならばお金,をつくお金を積まないと動機を作れないっていうのはどうなのかなっていうねでも僕自身もそうですよねお金を積んでやるぞっていう動機作ったんで初めて情報商材買った時そうでしたから多分久保さんもそうだと思いますけどねうんお金払ってよしやるぞっていうもしこれでやりまくってダメだったらクレーム入れてやるぐらいの気持ちでね本気でやったわけじゃないですか だからお金をどう使うかって超大事ですよね。うん、はい。いってらっしゃい。